ミルアカ、ミルクサッカーアカデミーの上間と申します。ナオミルクサッーと申します。お願いします。ということで、サッカーをもっ,もっと楽しむために今日のテーマはこちらですかと、お、はい。代表勝ち。勝ちということで、これは何かというとですね、日本人プレイヤーバージョンの市場勝ちランキング。おそうか。<laughs> はい。代表が今、世界でいくらで買われるのか、移籍で欲しいチームからしたらってことですね。ということですね。この動画が出る前に J2 バージョン、J1 バージョンと出てるかなと思いますけど、ど ありがとうございます。はい、えー、今度は日本人選手バージョンだけで行ってみたいって、どんな選手が入ってくるのか、えー、見ていただければと思いますということで。いろんな話題でやっております。ミルクサッカーアカデミーは毎日毎朝毎晩出してるんですよ。は、ね、い、やっております。ということでチャンネル登録よろしくお願いいたしま,しします。ありがとうございます。入り こちら行きましょう。ランキングトップ20。ドンはい、出ちゃった。こちらでございます。まあ、左がトップ10あたりのところは、ちょっとまだ隠してますけど、まあ、誰かわかっちゃうかもですけどね。トップ1はい、まあ、右側のところに、まあ、10人以下のメンバーがちょっと書いてありますと。あ、これ何キャッチフレーズで隠してた そうです <laughs> デュエモン、デュエモンと鶴賢さは分かるな <laughs> 最強のドリブル。い簡単なクイズだな、これ。<laughs> まあいいじゃない。いいじゃないまあ1位、2位、はまだ出てないですからね。そういっちゃ、そういっちゃ。はい。<ー>ってことで、まあね、右下のところから見ていこうと思いますけど、トップ20のところで言ったのは、田中碧選手が19で3億5000万円ということで、実はこれ、すでに出してる動画なんで、あれな、もう言っちゃいますけど、うん J1 の1位は、あの、浦和レッズのディフェンダー、ショルツ選手で約3億円でした。はい、そうでした。 なんでここにいらっしゃる方々は J1 にいらる方々よりも全員上だってことなんですね。ねいとねそういうことですね<ー>で19位タイのところにいがたそう田中碧選手と三好浩二選手でございますと3億5000万円ということになっております。うんはい、でただまあさ皆さん、田中碧選手なんですがどうやらこれから半年間ワールドカップ終わったあとで夏までの間に。はいはい なんか移籍の話がやってきた場合移籍<い>金がどうやら7億から10億くらいになるみたいな契約になってるんですって。<ー>ってなると田中碧選手はこれワールドカップ終わってから次の夏までのこの半年間の間に3億5000からおそらく7億10億くらいになってくるので、はあ、トップ10入りがほぼもう。 間違まあでもまあそうですよね、印象は。ということですね。たぶん、です、一部に行くと思いますから、もう、楽しみですね。逆に、二部でやってる方がね、不自然になってきますよね。まあそうですね。そして続いて、15位タイのとこには、浅野拓磨、奥川正エスガラユタ中村慶斗という4人が並んでおります。中村慶斗さん、そっか、若いしか。そうなんですよ。これからいっぱい働いてもらうということを考えて、市場化しながらあるんですもんね。 そうですね<ー>ただ、その中村選手のもとにはオランダのペース・フェイとかあとは伊東純也選手とはねスタッド・ランスというフランスのチーム、うん、あとは三笘選手のところですね、うん、ブライトンがちょっと獲得に名乗りを上げてるという話があるので一緒一緒一緒だもんねそうですね、うん、その移籍がもしあっちゃうとこちらも10億超えはほぼもう間違いない感じに多分なってくるんだと思うので中村あそうですか だからワールドカップ未経由で一気にドーンいやーいなんてことか。まあ、ね。ヨーロッパとか南米の一流国はこういうのもあるわけでしょそういうことですね。これ夏の段階で見てみると10億円以上の人がやっぱり20人クラスとかになってるかもしれないね,なるほどね。うわ バイバイゲームできてるわけですね、ここは。そですね。やっぱそれが分かるのも、やっぱり12位伊藤博樹選手だったら、うん、あとは伊藤博樹選手だって J1 の経験ほぼキャリアなくこっち来て、7億7千万ですから。伊藤博樹選手がえげつないね。うん。はい、なんでもう J リーグクラブも正直どこも買えないレベルになっちゃったぐらいな話なんで。すごいことになってますねボルドリーム。 ですね。<ー>そしてこれからまだまだ伸びそうなやっぱセルティック組の前田大然、はい、旗手レオ。はい。彼らも、今シーズン終わった段階の市場価値だったら、多分10億クラスまで届くんじゃないかと思うので。なるほど。ちょっと楽しみですね、<ー>今後がね。ど伸びていったし、これ以上の人たちなんですか左の皆さんは <laughs> そうなんですね。金額よく見たら書いてある。12億。 いろいろいますね。これでもチームに売り返したら12個入るってことでしょそういうことでし年棒だってまあ奥ですよね、もちろん。もちろん。ってますよね。すごいことだけど。それは当たり前だ。そりゃそうだね。じゃあまず10億にまだ届いてないけどっていう方々3人いきましょう。この9位の方、10位の方、11の方いきましょう。せーの、ドンええいや、知って、知ってました知ってましたよ。知ってたね。これはね。 えー、ただ、この皆さんもやっぱり中国声が結構もうね、はい、普通じゃないってところに来てて、古橋選手はもう今シーズン、このまま順調に進んでってもらえたら得点を待ったなしなんで、うんうん、やっぱその箔がつくと、多分12、3億くらいまではすぐ上がると思われます。12、3億ってパッと言いましたけど、1.5倍ですからね、そこまで,でもすぐいくんじゃないかというところになっております。うんうん そして、まあ、遠藤航選手はちょっとこれからねやっぱ30歳超えてきてってことになるのでまだわかんないですけど、森田選手はちょっと、ね、イタリアのラツヨが狙ってるって話、ずっとありますので、はいはい、この移籍が果たされると、多分十15から20ぐらいまでには来ちゃうんじゃないって話になってくるのかな、なんか元からラツヨが15億くらいで本当は買おうとしてるって話があったのって<ー>で、なると市場価値もそれぐらいっていうふうに見ていいでしょうかわけですね なんでまあ左側のなんかトップ5ぐらいに入ってきてもおかしくないですね。え、方だと思っていただければいいのかなと。えー、ランチとかがね、がっちり出てくるのは素晴らしいですよね。うん、そういうことですね。じゃあ続いてこのね、えー、はい、じゃあ6位7位8位3人見てみましょうか。わ <laughs> か,かりますよ。わかるね。はい、はい。とい,いうことでこの3人来ました。せーの、ドン、はい。どん はい、はい、この3人。はいまず三笘薫選手、はい、伊藤純選手、南野選手ですけど、うんうん、まあ、彼らも上がりますね、まだね、特に三苫選手は、はいはい、まあ、シーズン終わったところで30とかまでいくんじゃないですか 1>、1位ですか、そうなると。さあ、どうでしょう、ねえー、30でも1位、そんな人いたー、日本にこれ先に言っちゃうと、30だと3位です。はあえー 30以上が2人います。あ、えー、あ、ええ。まあ、誰だでしょう。若、若。ああ、なるほどね。まあまあ、どうでしょうね。ああ、なるほど。ええー、おただ、だから30どころじゃなくて、50とか超えるかもしれないですけどね。4位は2人なんとなくわかんないけどさ。まあ、そうでしょうね。いいね最年少ってきっとあの人しかいないですよね。ああああえ、3位いる。 ええー、誰でしょうね。見ながらあとだから、三笘選手と伊藤淳選手の二人に関しては、うん、あの、それぞれこうね、ヨーロッパの五大リーグとかの中でもいろんなデータがあるんですが、彼らより上ってま、まあ、はい、明確に言えるのがメッシ式がいないんじゃないかとかってデータもあったりするんで、チャンスメイクだったり、ドリブルだったりでね。うん 圧倒的1位になる可能性を秘めてな、ナミトマさんでね、今ね。そういうことですね。ちょっと注目なことになってるかと思います。すね、南の選手はちょっとモナコでちょっと今ね、どうなるかって話になってるので。うん、もう一旗二旗上げてもらわなければ困りますよ。ん。そういうことですね。はい。ナミトマさ一番獲得してくださるなはね。はい そうですね。いや、わかりますよ。カタールから谷口選手ってパターンもありますからね。いや、そういうことですね。はい,はい。続いて4位2人いきましょうか。はい。もうみんなわかってる。もうわかってますよ、ね。はい、いきましょう。3、2、3。覚えたくら。ね。 うね、そういうことですね、うん、すねねはい。いえ、約17億円ということでございます。若い,若いからね。た、ね、だから、竹が、もうちょいの、の、うん、もうすぐ伸びそうだっていうふうに言われてるんと、うちのなんか50億くらいまで行くんじゃないかっていう見立てがあったり。今ね。うん。キレもんね。そうなんですよ。で、板倉選手もあの、怪我の分があったんですよ。いわゆる分ですね。はい,はいはいはい。あの、ほら、ワールドカップ前。うん あそこの分で伸びをちょっと逸したっていうところがあったので、その分をちゃんと足したら多分25、6億までいってたんじゃないかって話もあるので,る、ね、で、板倉さんが3位とかにいてもおかしくなかったかも。はいはい、なるほど。うん、知れないなと思いますね。これ以上の3人、ね。さあ、どうなんでしょうといてことで3人行きましょう。浅野さんとか出てないけど浅野さんいますよ、あ出てごめんなさいごめんなさい。さいそうなんですよ。よあれ ってことであ一人はちょっと思い出した。一人分かった。うん。次めくっちゃった、の、チーム名だけ隠し忘れたんですぐ分かっちゃうんですけど。ちょっと、ちょっと、一番、一人はあの人でしもう名前あげててもいいんじゃないですか、まさ道安さん。道安さん。道安さん。うん、道さんね。え、みんなごめんね。ちょっと、みんな、あいつたらバカ野郎って、まあ、バカ野郎って思って。道安さん。えまあね、見ちゃったらすぐ分かりますよ。うん。いきますよ。ドアスしてる。はい、お願いします。3、2、ドン。 さあ、<た>ね、誰だいとことで。あなるほどね。ああ。かまちゃんとみちゃんね。はい、ちっちゃったねってことで、じゃと全員開けてなまほどう、ね。そうそ3、2、1、ドンというこいす。ごい高値で取引されてる。え<っ>えっ、っぱかまだ大事なんだ。うん,ね、うん。これ、やっぱり EL 優勝してる中心選手とかっていうことそういうことですね。あの、やっぱ跳ね上がったうちの一つにあるのが、あ<ー>あやっぱりねあ、あの、バルサ倒した時が、 あれがちょっとでかかったですね。ベティスあと、ウェストハム・バルサって倒してたじゃないですか。あそこら辺。い違うけどね。その時に、しかもやっぱキープレイヤーになってたっていうところで。それを日本代表にもたらして、日本代表を率いて、スペインに勝ったということでそうなんですよ。で、プラス、やっぱり今シーズンでもその分スの評価点、やっぱフィールドの中でトップとかっていうのもあったりするんで。はい。 それもでかい、ね。なるほどね。これは日本人過去最高だったりするわけです。いや、中島翔也と久保建英とがもうちょい上だったかなと思いますけど。あどうなだな、26歳だしね。はい、でもただ、久保選手とやっぱりさっきの板倉選手と宮洲選手、はい、あと三笘選手あたりが、はい それをまた超えていくんじゃないって可能性はめちゃくちゃあるのって。ええ、ね、面白いね、このランキングレースは。<laughs> はね、ありがとうございます、あ,<ー>あとだから、あと、ワールドカップ未経験組で、先ほどね、うん、あの、オランダの AZ、菅原幸成選手、うん、あとは、オーストラリアのラスクの中村慶斗選手、このあたりは未経験で、そこにいるので、ね。A 代表にいないのに数十億円で取引されてるっていうね。 そんな時代になってきたんですね。嬉しいや。嬉しいや。ら彼らがもう一段登ってくると、うん、やっぱり同じくこの3、40億クラスまではすぐやってくるって感じになりますから、えー、はいはい。これはだから CL、EL、まあ、EL はね、川端選手と長谷部選手制しましたけど、うん、CL 制覇の日本人、そんなに遠くないんじゃないってちょっと思ったりはしますた、ねうん、なるほどね。はい、ということでございました。でもある種、天井を引き上げたりとかね、値打ちを。うん 同胞の練習を高めてる皆さんってことですからね。ういうことですねいや。素晴らしい。いや、めっちゃ面白かった。ありがとうございます。すいまということでございました。ありがとうございます。うん、私は明日もコツコツ働きます。 <laughs> <laughs> ありがとうございました。面白かったです。<laughs> 夢をありがとう、みんな。ということでありがとうございました。した毎朝毎晩一本ずつ動画をサブチャンネルでお昼に一本で、ね、そして、えー、グッズショップ、はい、そしてメンバーシップ、ね、えーうん、ライブもやっております。2月3日、公演時期点で J、えー、リーグ開幕戦トークやりますんでね。ライブ配信もオンラインでやりますんで、そちらももうすぐ告知できると思います。決まったら告知いたします。 よろしくお願いします。ミロアカツイッター、公式ツイッターをフォローしといてくださいね。うん、ということで。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。またね。ーでした。ノーミルサトでした。